結婚式は愛の中で。皆さんこんにちは、野中愛です。この番組は私野中愛がウェディングプランナーとなってエルブライトハウスからお届けする A&G ブライダルステーション結婚式は愛の中でです。それでは早速ご紹介しましょう。先週に続いてお迎えするゲストはこの方です。回って大丈夫。紫ゆかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあグラデーション、楽しい。綺麗に回っていただいてすごいですね。後ろも意外と長くて、ね、長い。でもこっちから見たらなんかこうダークな黒い、なんか落ち着いた私の黒い闇の部分と、闇の部分と私の陽気な部分どちらも表した。二面性のある人にぴったりなドレスですね。ドレスですね。素敵です。背中がめちゃめちゃ綺麗。え、本当ですか。え、嬉しい。羽が生えてますもん。なんか最近なんかこのくっつきません？何がくっつくんですか？こう腕が入らなくなるんですよね、この肩甲骨に。ああ、肩甲骨剥がしみたいなやつ。そうそう、巷で。あります？ちゃんと。あります。よかった。素敵と思って。ありがとうございます。やだ。綺麗です。ありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。それでは始めましょう。サンセルモプレゼンツ結婚式は愛の中で。本日も野中がご案内いたします。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルモの提供でお送りします。浜松町駅たった1分で貸し切りでアットホームな結婚式場があるの。絶対みんなにも喜んでもらえると思うんだ。エルブライトハウス行ってみよう。結婚式は愛の中で。改めまして野中愛です。そしてゲストの寺崎ゆかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。寺ちゃん、先週のアンケートの残りがありましたので、はいはい、これにちょっとお答えいただけたらなと思うんですけれども、はい、司会とか余興をされたこと、うんうん、余興をされたことが、余興はありますね。司会はないですけど余興したことありますね。何されたんですか？私ミニアルバムを1個だけ出したことがあるんですけど、うん、その中に、はい、永遠っていうウェディングソングが入っていて、はい、なんかそれを 歌ってほしいって言ってもらえて、はい、それを歌わせてもらったことがありますね。わあ、歌どうでした？いや、緊張しましただってもう花嫁さんと花婿さんにとってみたら一生に一度の時間じゃないですか。思い出の空間ですし、でも知り合いもたくさんいる中で、はい、こうファンの方に向けて歌うのとはまた違う緊張感がそうです。顔見知りばっかりですもんね。そうなんですよ。なんかしかも自分の歌じゃないですかなんかちょっと恥ずかしいなと思いながら歌ったのを覚えてますね。どうでした？お友達は。あ、でも喜んでくれましたね。 あとなんかそのサプライズで別のお友達なんですけど、はい、すごい仲いい熊本のお友達が、入場の曲でそれをサプライズで流してくれたりしたこともありましたね。めっちゃ嬉しかったですね。びっくりしました。なんか私の曲が聞こえるみたいなそう、とかもありましたね。すぐ気がつきました。気がつきました。なんか聞いたことあるなと思って、あ、私の歌じゃんってなって、あ、かけてくれたんだと思って。しかも大事な入場の曲って大事じゃないですか。大事ですよね。結婚式のなんかイメージを決める感じですもんね。そうそう、そうなんですよ。そこでかけてくれて、なんか泣いちゃいましたね入場で泣いちゃう。入場でいや、そうか。自分の時にもウェディングソングかけたいですか？自分のですか？曲、はい、自分のいいです誰かに歌ってほしいですかねあ、余興でね、逆に。そうそう、じゃあテラちゃんの結婚式とかは、うん、こういう曲歌ってほしいなとか、こういう曲かけたいなとか出ます？いや、でもなんかディズニーソングベタですけど好きなんですね、ディズニー。ディズニ
ニー大好きなのでディズニーソングとか聞きたいですよね。ディズニーソング、あれもテディベアの先週お話ししたメイトベアも、メイトベアっていうらしいですね。ディズニーあるらしいって最近ね、社長と社員がお話しされてて、ね、ディズニーあるのいいですよ ね。ミッキーとミニーお互い親に送り合うってね、泣ける、泣けるいいね、ディズニーはなんかすごい素敵だなって思いますね。ね、素敵ですよね。ということで、はい、はい、あとこの気になったのが、うん、前田のアンケート終わっちゃったんですけど、うん、あの猫吸い趣味に書くほど猫好きということで、ね、そうなんです。何ですか猫吸いって。猫を吸うんです、そのまんまです。猫って空気でしたね猫のお腹に顔をボフッとうずめて吸うんです、うん、何を？猫をってか、もう最高に多幸感が得られますよえ、どんな匂いがするんですか？え、どんな匂いがするんですか？猫の匂いがするの？香ばしい香ばしいっていうのかな、なんか、あ、でもなんか画像を出してくださってる。なんかあのすごい前、こういうことだ、そういうこと、そういうこと、もうこう、もう薄める、押し付けるみたいな、顔をお腹に薄めるっていう、なんかイラストで見たんですけど、うんうん、喫煙所を喫猫所って書いてあって、うん、なんか猫がこう並んでて、みんながこうやってサラリーマンたちが顔をブフってうずめてるイラストがあって、わ、喫猫所欲しいってすごい思ったんですよ、その時。いや、これです、これ。いや、もう現代の疲れている皆さん、これはもう癒し効果抜群。憩いの場になるの？そう、喫猫所欲しいって思いましたね。高校からの会議。ちょっと憂鬱ですよね、ちょっとキツネコしてくるわみたいなそういうこと、そういうこと、そういうこと、ね、そう、キツネコしてくるわって言ってみんなそこに行って、うん、え、最高じゃないですか、そんな環境。はあ、ちょっとやったことないので。本当ですか？猫は、猫も飼ったことがないので。飼ったことない。あ、キャ、なんだっけ、あの猫カフェとかは、あ、もうありますけど、はい、友達ん家の猫とか。あ、でもなんか伸びるから、猫ってなんか伸びる、柔らかい、ね、触り方、なんか表情がまだちょっとわからなくて怒ってるのか、あ、なんか目がかわいい、瞳孔がなんつう、なんかこう、お前は誰じゃみたいな、誰じゃみたいな目で見られてる気がして、なんかまずちょっと自分から触りはまだいけてなくて。いけてないですか？じゃあうちの猫にぜひ、もうすぐお腹見せてゴロンってしてくるんで、吸っていいよってやってくるんで、もうあとはもうポフってうずめるだけなんでもうすべての疲れが吹っ飛びますね。そうなの、猫吸いすると。猫吸い、もう一日朝昼晩はやってますね。朝昼晩帰ってきたらもう一日3回、もう絶対必要、もう私の中のカフェインみたいな疲れづらく癒されるんですね。カフェラテ代わりにみたいな。猫吸い、試してみたいね。もう最高に癒されますよ最高に癒されますよ、本当に。でもさ、一発目ちょっと勇気いりますね。あ、本当ですか？ドキドキしちゃいます。ドキドキ、あ、いけ、もう勢いでいっちゃう。勢いでいけばいいですかボフってやってみたぜひぜひそれでは、リスナーの皆さんからいただいたメールを紹介していきたいと思います、はい。これはラジオネームジーニアさんからいただきました。ありがとうございます。僕は自分の結婚式を挙げる機会があるので、あれば、あるとか、あ、基本的には将来の花嫁さんの希望に合わせてあげたいなと思います、うん、でも何かゲームはやりたいなと思っています、うんうん、テーブルごとで競い合う謎解きゲームとか、脱出ゲーム好きな僕としてやってみたいです。いいですね。だってあの脱出で有名なスクラップさんが結婚式用の、あの謎解きを提供してらっしゃいましたよ、はい、あ、そうなんですね、はい、なんかその式に合わせて新郎新婦のエピソードを聞いて謎を作ってくれるみたいな、はい、そう、素敵ですよね。そのプランいいです ね。めっちゃ楽しそう、謎解き楽しそうですよね、うん、いいかもしれない。お、テラちゃんも
いや、その式行ってみたいです。行ってみたいです。参加してみたい。謎解きは得意の方ですか？謎解きは得意ではないけど、うん、奇想天外なひらめきをするらしいのでたまにそれが役に立ったりしてます、ね、じゃあひらめき系のクイズとか問題だったらいけますね、はい、いいよね。楽しそう。一時期すごいなんかハマって通ってたんですよ、脱出ゲーム。そう、だから脱出できました。まだ一度も出してひらめきだけがやっぱちょっとあれだったか。ちょっと難しいですね。なんかこう一緒になったチームの方がなんかもうすごい方たちとかだったら、うん、多分ギリギリ脱出できたりとかしたんでしょうけど、足手まといにしかならないので、いつもなんかこう友達と6人グループとかで組んで行ってたので、うんうん、なかなか難しい、難しかったですね。そうなんだ。脱出ゲームとか今どんなゲームがあるんですか、支配人？その新郎新婦様に、うん、まつわったクイズをテーブル対抗でするとかよくよく見受けられますね。あ、なるほど、いいですね。新郎新婦のクイズみたいな。あ、なんと呼び合ってるでしょうかとか。あ、そういうことですね。あ、いいなんと呼び合ってるんですよね。もし幸せのね、お裾分け、ね、確かにプロポーズの言葉は何でしょうとか。何でしょう、ね、そういう感じってことですね。楽しそう。楽しそうです、うん、でもちょっとなんかボケたりとか ね、したくなりますよね。嫌いなところはどこでしょうとかね続いて、じゃじゃん、これはラジオネームロイヤルさんからいただきました。結婚式を挙げたこともなければ参加したこともないのですが、そうなんです ね、うん、この前船上ウェディングというものがあると知ってテンションが上がりました、うんうんうん、結婚式ってチャペルとかで愛を誓うだけの簡単なものだと思っていたのですが、いろいろと奥が深いんですね。釣りが好きなので船の上で挙げられる結婚式とても憧れます、うん、素敵。いくらかかるのかわからないのですが、確かにいつか現れてくる、現れてくるであろうお嫁さんのためにも今から貯金しようと思いました。素敵、いいと思いますよ、ね、いいよね。船で船上ウェディングで釣って魚をさばく、さばいてその場で出す、出すとかね、いいかもしれないです ね、じゃあ僕がさばきます、新郎が、新郎が釣り好きの人って魚さばくの本当うまい方多いですもん ね、多いでしょうね。へえ、素敵。船上ウェディング、なんかどうですか、かっこいいです ね、海外みたいで。乗り物を使った式が、まあ、できるならテラちゃんだったら何がいいですか？バス、バス2階建ての上が空いてるバス、うん、で下に降りたら食事ができるみたいな。おお、ビュッフェもありつつ、ビュッフェもありつつ、うん、上でふーってなりつつぐるぐる東京を巡りながらあ、でもいいよね、熊本の親戚とか呼んだら、あ、確かに東京がてら ね、スカイツリー見せて、うん、東京タワー見せてみたいな、東京も回って、東京回って国会議事堂も行って、東京駅見せてみたいないいかもしれな いね、観光込みで、ね、いいでしょうね、うん、乗り物 ね、あ、確かに釣りとか、釣りを趣味とかをこう式に入れ込む、うん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 、猫水ゾーンは猫結婚式に、結婚式にね、ます、あ、確かにいいかもしれないですね。入れときます。ちょっとなんか特殊ですよね。でも猫がずっとこうしててくれる感じがする。ここはどこだって猫ちゃんもなっちゃうのかな。猫も多分こうなっちゃうかもしれないから。か、ね、猫背いいですね。ね、まあ、貯金大事ですよね。貯金大事。うん、でも結婚式ってどれぐらいお金かかるんですか。あげたことないのでわかんないんですけど。大体相場はおいくらなんですか。あ、社長。今最近80名くらいで。300万ぐらいですかね。おお、かかる。かかる。でもご祝儀で半分ぐらい戻ってきます、ね。半分以上戻る。ほぼ、ね、ほぼもう叶えると思います。あ、そうなんだ。でも80人ですもんね。ね。なるほど。うん、まあじゃあ100万、まあでも300万は貯めといた方がいいかもしれないですね。ロイヤルさん。そうです、船乗らなきゃいけないから、ね、確かに500万ぐらいはかかるかもしれない。大きい船乗りたいですもんね。何人呼ぶかによりますもんね。うん、ちっちゃい船だとあれですもんね。屋形船ってわけにもいかない、いかないのかな。屋形船だと8人ぐらいじゃないですか。8人しか乗れないの。10人ぐらい。大きい屋形船は結構乗りますよ。そうなんですか、はい、なんか10人くらい乗れるの。え、そんな大き
になるんだ。ケラちゃん8人乗り乗ったの。乗りました乗りました。逆にすごいね。逆にすごいね確かに、うん、天ぷら食べた。美味しそうだけど美味しそうだし楽しそうだけど、アットホームでね、うん、楽しそう、ね、人と魚に囲まれて、あと海と素敵、カモメたちと、うん、ね、いいですね、ね、いいですよね、うん、はい、ということでたくさんお便りメールありがとうございました。この後は番組コーナーにお付き合いいただきます。はい、という絆は続いていく。株式会社サンセルモ。ゆか、いいな、毎日を過ごそうね。結婚式は愛の中で。先ほどのジングルはラジオネームスカイブルーさんからいただきました。ゲストの方に言っていただくスペシャルジングルでした。続いてはこちらのコーナーをお届けします。聞かせて、結婚してよかったと思うのはどんな時です。ということで、テラちゃんはどんな時に結婚してよかったと思うのか、うん、インタビューをしてみたいと思います。はい、お願いします。それでは聞いてみましょう、うん、結婚してよかったと思うのはどんな時。一つ目はピンチの時。ピンチの時。どんなピンチの。コロナ禍は本当に家族がいてよかったなっていうふうには思いました。自粛期間中1ヶ月ぐらいあったじゃないですか。もう毎日川っぺりを散歩してましたね。川っぺり。すごいなんか閉塞感すごかったですもんね。そうなんですよ。でもなんかもうみんなで丸々系ファイヤーって言って朝始まるんですよ。クレヨンしんちゃんの真似で子供たちはファイヤーって言ってテンション上げてまず一日始めるっていうところからやってましたね。で、うん、お散歩も行って、お散歩行ったり、お家でできる遊びをすごいたくさん工夫して考えたり、段ボール、基本的になんかこう配送も玄関に置いてもらって段ボール受け取って、よくなんかこう注文してたものの段ボールを使ってなんか新幹線作ったりお家作ったりとか、あとお菓子作りすごいやりましたね。うん、クッキーこう焼いてみたりとか、スコーン焼いてみたりとか、なんか子供たちにもできるようなお菓子作りをなんかすごいやってたような気がしますね。お菓子作り上達しましたね、じゃあね。そうですね。だってホットケーキミックスとかも売り切れてましたよね。売り切れてた。なくなってました ね。そういえば簡単にね、お菓子作れちゃうからね、ホットケーキミックスは。そうそうそう、なんかこう今日をどう楽しもうかっていうのをみんなで工夫して考えるのはなんか家族いてよかったなって思いましたね。そうですよね。じゃあ続いて2つ目は、はい、はい、2つ目はへこんだ時。へこんだ時か、なんかこう弱音ってあまり人に見せにくいじゃないですか。でも家族にだったらさらけ出せるというか、なんかどんな自分も見てもらえるって思ってるので、なんかもう弱音吐いたりへこんだ時とか、テラちゃんはへこんだらどうなるんですか。へこんだら、うん、なんかこう寝ちゃう、もう寝て部屋に閉じこもるとか。あ、無になりますね。無になるんだよね。無になるってどういうことですか。固まる、なんかこう、うん、ずっとぼーっとして、うん、頭の中はめっちゃ考えてるみたいな、うん、思考回路の方に全集中するので、うん、体は無になります。なんかこうへこむと、あ、どうすればよかったのかな、ああすればよかったのかなとか反省するじゃないですか。だからその反省したりとか、あとなんだろう、それを受け止めるために理解しようとしたりとか、なんかその現実を受け止めようとしたりとか、なんか整理をするじゃないですか。でその時にそれに全集中するので、なんかこうぼーっとしますね。でそういう時にやっぱ変化に気づいてくれるんで、なんかあったって言われると、まあ、話す、吐き出して、うん、で話してる時に、ああ、私こう思ってたんだなって話しながら気づいてったりとか、うん、ああこうすればよかったのかって話しながら気づいたり、うん、なんか
することが多いので、うん、なんかそういう なんだろう何の垣根もなく、うん、全部を出せる相手がいるっていうのは心強いなって思いますよね。続いて3つ目は、はいはい、3つ目は天気のいい日に家族と散歩をしている時、あただ幸せだなって思うので、なんかあ死ぬ前に思い出すのってこの光景かなとかって思ったりしません？あ、確かにそうかも。なんかキラキラした川となんか天気のいい太陽を浴びてる自分と、なんか楽しそうに走り回ってる子どもたちと、それを見て歩く私たちみたいななんかただただなんだろう、日常ですかね。何気ない日常の瞬間に幸せだなって、結婚してよかったなっては思うかもしれないです ね、それこそあれですよね、テラちゃんが思ってたお父さんお母さん の組織じゃなくて自分の組織を今は私の組織なのでと過ごす時間ってやっぱりね幸せですよね。って思うかな。素敵だ結婚素敵結婚だ、はいね、それではじゃあ最後に質問です、テラちゃんにとって結婚とは何かを教えてください。はい、結婚とは冒険です。冒険あるなんか同じ船に乗った乗組員みたいなイメージなんですよね。なんか船ってまあ、っすぐ進まない時もあるし、やっぱ波に飲まれちゃう時もあるだろうし、もしかしたら転覆しちゃう時もあるかもしれないし、しないで転覆をしないででもなんかそのなんだろう、いろんなことがあってもみんなで乗り越えていこうみたいな、いいことばかりだけじゃないじゃないですか、苦しいこともあるし、まあ、もちろん喧嘩もして、しんどいこともあったりするだろうし、もう子供のことで悩んだりすることもあるし、なんか人が増えた分悩みも増えるじゃないですか、超えなきゃならない課題も増えるじゃないですか、でも4人で乗り越えればいいんだなって思うと、なんか心強いし、なんかみんなで冒険に出かけようっていう感じがしていて、なんか結婚がゴールじゃないって思ってるので、この先もまだまだ冒険は続いているっていうイメージですね、私の中で。そうですよね、子供が巣立った後もね、そうですね、続きますしね、人生はね、確かに死ぬまで続きますしね、わあ長い冒険長い冒険ですね。でも長いようで短くないですか？そうですね、ここまでのね、考えるとあっという間だった感じも、あっという間でした、新生児からのこのね、6歳までの期間だったり、下の子は今4歳なんですけど、なのでなんかあっという間だったなって思いますね、今を大事にしよう。本当そうですよ ね何が起こるか分かんないですしね、私たちも、ね、そうね、ね、皆さんもね、日々を大事に行きましょう、転覆することなく、なく皆さんも健康に気をつけて、はい、後悔をね、荒波をね、乗り切っていきましょう、はい、みんなでね。ということでご回答ありがとうございました。そして残念ながらテラちゃんとお別れになります、はい、ということでまずお知らせをお願いします。はい、Twitter、Instagram、SNS 更新しておりますので、そちらの方でぜひ出演作の方をチェックしていただけたらなと思います。ホームページも新しく作りましたので、ボイスサンプルはですね、物語になってまして、そうなんですよ、6個ぐらいの役を通して、1人全部演じて、ナレーションと女の子と妖精とお母さんとみたいな、少年とみたいな感じで、いろんなパターン のキャラクターを演じて一つのお話になるように。そうなんです、知り合い の川尻啓太さんという脚本家さん本を書いていただいて作ったボイスサンプルになりますので、そちらもよかったらホームページにアップしてあるので聞いてみてください。お願いします。はい、皆さんぜひチェックされてください。そしてここで番組からプレゼントのお知らせです。あいなかフォロー&リツイートキャンペーンを実施します。ご応募いただいた方の中から抽選で1名様に今回のゲスト寺崎由香さんのサイン色紙をプレゼント。応募方法ですが、あいなかのツイッターをフォローしていただき、フォロー&リツイートキャンペーンのツイートをリツイートしてください。詳しくはこの放送の後にツイッターにてお知らせします。応募の締め切りは6月2日金曜日23時59分です。皆さんこの機会をお見逃しなく。
ということで2週続けてご出演いただきましたが、はい、いかがでしたか。あ、なんか楽しかったです。愛ちゃんと仲良くなれた気がしてぜひ今度プライベートで遊んでください。美味しい馬刺しを教えてください。もちろん任せてくださいありがとうございました、ね、ぜひぜひこちらこそランチとか、ね、ぜひできたら嬉しいです。もっとママトークしたいです ね、 ね、ちょっと香里ちゃんが言ってたちょっと愛ちゃんの子育てを知りたいですねもっともっと大様だった。いやいやいや素敵ですよよかった香里ちゃんもあ、そうですね、3人でみんなで行きましょう行きましょうぜひぜひということでありがとうございました。ありがとうございました。今回のゲストの寺崎由香さんでした。浜松町駅徒歩1分、気心の知れた仲間と過ごす特別な時間、大切なゲストにサプライズで二人らしさを、エルブライトハウス。サンセルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で。セルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で、お開きの時間が近づいてきました。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ainaka@joqr.net、 愛中をローマ字にしてください。番組公式ツイッターとインスタグラムもぜひチェックしてください。アカウントはどちらもwedding_ainakaです。そしてこの番組は放送終了後に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにてアーカイブを配信しております。過去の放送も見られますのでチェックしてみてください。それではここでエルブライトハウスからのお知らせです。エルブライトハウスでは6月3日土曜日にブライダルフェアを開催予定です。2日前までに事前にご予約をいただいた方には試食付き見学会を無料でご案内しております。ご予約の際にアイナカ見たよと言っていただくとちょっとしたサービスもあるということで、ぜひご参加ください。エルブライトハウスのホームページまたはお電話でご予約ください。電話番号は0357333390です。ということで第217回目の放送でしたが、あー、テラちゃんのもうやっぱ緑って素敵ですよね。また今回もこの後あの別のお写真が SNS にたくさん上がりますので、皆さんぜひ保存されてください。そして私猫水ちょっと楽しみにしております来週のゲストは鈴木えりさんです。理想と妄想の結婚バラエティをお楽しみに。それではまた次回エルブライトハウスでお待ちしております。お相手は野中愛でした。来週も愛の中で、バイバーイ。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルムの提供でお送りしました。